農家だからこそできること、農家にしかできないものづくり。西条市丹原町の観光農園、雪元農園です。農園内のカフェでは、もろいちごですもう果肉感すごいですね。農家だからこそできるかき氷を作っているんですけれども、赤白黒のいちごを楽しんでいただくようになります。赤白黒といちごのかき氷が3種類あるんです。1つ目、赤は紅ほっぺ、酸味もあってですね、いちごらしい味になっております。2つ目、白は淡雪、可愛らしい色をしてるんですけれども、上品な味になっておりまして、酸味が少なく優しい味になってます。3つ目、黒は深紅のみすずっていう品種を使っておりまして、全国でも限られた農園でしか作られることができません。酸味がなく非常に糖度が高いイチゴになりますので、濃厚な味を楽しんでいただけると思います。冷凍庫を見せてもらうと、かき氷用のイチゴがぎっしり。シロップ1人前に15粒ほどのイチゴを使っています。非加熱になってますので、イチゴ本来であったりとか、果物本来の味であったり色であったり香り、それを味わっていただけると思います。削った氷にお客さん自身がシロップをかけるスタイルです。いちごのプロ雪元さんが選んだ3種類を味比べできるのも農園ならではです。赤ってやつです。どうですか？めっちゃ美味しいです。ちょっと初めてこう淡い色のいちごを食べました。甘くてすごくいい。うん、甘い、濃厚で濃いです。めちゃ味が。来月上旬にはシャインマスカットが登場。たわわに実るシャインマスカットの下でかき氷が楽しめますよ。